今回はね概要欄に貼っときますけども「人生がうまくいく人の共通点」というね動画がナミさんの方からあーオープンされましたで私ねこういうふうに思うんですよ自分の人生はうまくいくんだけども人っていうのは人人生がうまくいいいいってななとの付き合いもあるわけじゃないですかそうなった時って結局人生がうまくいってない人のその結果に引きずられることがあるんですよね いや、関わる人、関わる人、みんながね、人生うまくいったら何も問題ないんですけども、人生うまくいってない人との付き合いもあるわけなんですよ。これがね、年齢を重ねると結構顕著で、まあ、例えばあるね、70代の女性の悩みなんですけどもね、私は今、子供も順調に育って、貯金もありますと。年金もありますと。だから割と、豊かな老後が遅れています。体も健康だし、ちょっとはね、豪華なランチを。 ちょっと食べに行こうかなと思ってたまに息子が誘ってくれるんですよみたいなねで息子さんと一緒に、まあ、あのお刺身を食べに行ったりねまだ芋元気なんで焼肉を食べに行ったりとかね十分楽しんでるらしいんですよでもちょっとね私には困ったことがあるとそれは同じ年代の友人のことなんですとたまにはおしゃべりでもしながらご飯食べに行かないっていうふうに誘っても「いいわお金がないから」って言われたらしいんですよ でそれに配慮するとたまにランチを取ることがあってもスーパーのパー弁当を暗い部屋で一緒に続つつくみたいなことがなくってすぐしかなくって非常につまらないんだとだからといって気晴らしにちょっと豪華なランチ行きましょうよって言って2000円3000円のランチをたまに取ることですら非常に誘いにくいとで仮にそういうふうな席が設けられても他のね日は かかななり貧しく送ってるっててるる聞かされるそうなんですよだからもう誘うのが嫌になっちゃったみたいなねつまりは自分の人生がうまくいっても付き合いのある人の人生がうまくいってない場合があるんですよそういう場合にものすごく自分の人生もうまくいってないなっていうふうに感じるらしいんですよねでそういう人たちの付き合いをなくしてしまうっていう方法もあるんですけどもなんせ年齢が年齢ですからもう数少ない人間関係積極的に断ち切ることも なななかなかできないとといいうことなんですよねいやナミさんこんな方のお悩みにどういうふうに答えたらいいですかね、はい、ということで今回はねちょっと変わったシリーズになりますけどもこの特別講義の中で、えー、この舞姫大学のね学長にクエスチョンしてみました皆さんはどのようにお感じでしょうかよろしかったらコメント欄で教えてくださいそれではいってらっしゃい